え、新宿スポーツジムの、友です。毎週日曜日なんですけど武術格闘技研究会をやっております。今ですね、ボクシングの時間で、まあ、こういうはしごを使ったあのトレーニングをやってます。これはあの何の効果がありますか？はいはい、先生何の効果がありますか？はい、まあ、やっぱりそのフットワークですよね、ボクシングの、はいはい、フットワークを良くするのにやっぱり足を、まあ、足細かく動いた方がいいんで、こう動くにもこうパンパンになっておいた方がいいんで、こう動きを作るのにむしろラダーを使って、はい、ラダートレーニングで、はい、じゃあこのまま流しておきますので、あの、はい、ちょっとやってみんなでやっていきましょう、はい、順番で大丈夫ですかね、はい、まず1個ずつで、じゃあ順番でいきましょう。はい、じゃあ松村先生、はい、松村先生お願いします。そうっす。はい、テル君次お願いします。これを、はい、早く、じゃあ、はい、じゃあ、後にあれここでいいの？2個飛ばしました。中2個、はい、私はどうやったらいいですか？中2個ですね、その 1,2 ゆっくりやるとこういうことです。 1,2,1,2 こういう動きですか？はい、こういう動きを早くやる感じで、はい、ちょっとやってみていいですか？せーの、あいや、最初ゆっくりやった方がいいですよ。ああ、ゆっくりやらないと頭が回らないから。これ難しい。そうそう、すごい。こんな感じですね。はい、じゃあこれみんなで並んでじゃあやって。先生お願いします。はい、じゃあまた次のやつやります。はい。次のは、横から来て、ね、1、2、3。先生がちょっと。なんかそっと、なんかなんかそっと、なんかなんかそっと動きます。はい、中、中、外。そうですね、横から見立って、中、中、はい、外で、こっちの足は出ないで、外で、こっちの足は出ないで、ああ、で、出ないで、また進んでいく感じで、はい。はい、もう結構、その前に行くステップとして役に立つんで、はい、早く、こういう感じ。ああ、すごい。じゃあやってみましょう。じゃあ私、じゃあ松村先生から第一発目。はい。中中外、中中外、中中外。先生すごいですね。中中外。早い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 。すごいすごい。じゃあ私も行きます。全然できない。じゃあ下手な人がやるといいかもしれない。覚えてない。外に出て中、左、右、はい、で外。あ、そうです、そうです。こんな感じ？そうです。できます、さすがです。こんな感じなんだ。こんなんでいいんだ。そうですね。あ、はいはい。あ、じゃあ、いけるかもしれない。わかんな感じです。うん。はい。あ、意外といけるんだ。いけるじゃん。いいじゃん、いいじゃん。こんな感じですね。楽しそうだね。じゃあ、じゃあ、いきます。なんか、そうです。あ、できてる、できてる。なんか、最初ゆっくりで、全然。はい、うんうん。これをなんかやってって、ゆっくり、ゆっくりからだんだん早く。そうですね。はい、であとはなんか、後ろに進んだりとかしますか？同じ。動きで後ろに進むとかも。はい、後ろ。はい。じゃあやります。やりますか、ね。やります。じゃあお願いします。後ろだったらこのまま。はい。あ、マジで？すごいね。なかなか外の後ろ向き。後ろ向きですね。はい。じゃあ。後ろの方が難しいね。最初前だけでいいです。あ、前だけでいい。あ、なるほど。はい、じゃあ前だけで。前の、次なんですね。はい。次のは、挟んで立って。はい。挟んで立って。なんか外ですね。なんか外。あ、はいはい。今度は4、1、2、3、4、1、2、3、4っていうふうにいくやつで、はい、まあ、早く動かすとこう、おお、この時やっぱり腕振っといた方がいいですね。はい、なんかこうなる人多いんですよ、なんかこれをやると、うん、こうやってなんかこうやるんですか、上が固まる人が多いんで、早くやろうとすると、はい、まあ、そうやってこう上を動かしながらする。はい、わかりました。じゃあ早速山本先生から。
から中、まあ、挟んだ状態で、はい、中、中、外、そうです、中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 、外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 です、なんかなんか外外、なんかなんか外外、なんかなんか外外、なんか外外、早い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 、なるほど、はい、じゃあ私全然できない、覚えてない、まず開きます、まず開いて、で、はい、で、これ踏んじゃっていいんですか、踏まないですね、踏まない、踏まないで、こうなったら、こういう感じで、あ、なるほど、これ、踏むのが難しいですね、なんか頭の体操みたいな、はい、じゃあじゃあお願いします、これこっちから、あ、じゃあそっちから、はい、こうして、あ、外、外、外、そうです、ちょっと面白い、であとは、まあ、ちょっとやりにくいですけど、このまたこう外側にちょっと立って、こうこの外側の足から入るんですね、ここから入ってなんか外、外、また外側の仕掛けで、なんか外、外、あ、こういう動きですね、が外、外、なんか外、外っていう感じで、これあんまりそんなに極端に速く動くならないですけど、あ、動いています、はい、じゃあ持ちます、外側から、こっち、こっち、こっちですね、中、外、外、はい、中、外、外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 、外、中、外、外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 、外、中、外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 、で右足も外です。で右足も外。はい、あ、左足から入って。左足も外から。あ、飛ばしておきます。これこう、ここまで来たらこう行くんだ。外、外行って、すぐ。そうです、そうです。あ、なるほど。で、こう、あ、うまくできない。こう行って、ここに出ていいんですね。そうですね。で、で両足出ます。そうですね、あ、両足出て、それから。また左足で入って、中。で、右足が入らないですね。入ったら、こう。入ったら、こう、こう、あ、こう行って、入ったら、こう行くんだ。そうです。で、こう行くんだ。難しいなぁ。中、外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 、あの逆に筋がいいからそうなんですよ、あの交差するっていうのがやっぱり筋が悪いっていう風な教えの人もいるんで、はい、そういうことで多分、あ、これが、あ、そ、外、あ、外、外、それから中、外、外、あ、こう、外、外、中、外、外、あ、なるほど、中、外、外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 、中、外、じゃあやってみてください。結構スムーズにやってますね。すごい。すごいね。私全然分かんなかった。なんか頭が真っ白。でもこれ何回かやったら分かりそうな感じで、ではでは、ではどうぞ、何でしたっけ、まず、あ、左足から、なんか右足外、左足も外、なんか右足から、右足から、あ、うまい、外、中、外、外、中、外、外、うん、中、外、外、外、中、外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 、あ、すごい、あ、でもうまいですね、うん、
なんか早くやるまでの過程がなかなか難しいみたいな。でもなんか結構やってるところで、あのこんなに丁寧に大人向きだから結構丁寧に教えてくれてるじゃないですか。割とこういろんなジムに行くと、あのはいやってって言われてみんながバーってやってる中で自分が入れないっていう恥ずかしい思いをすることが結構あるんで、ここは結構優しいですね。あとはまあ横向きを3つぐらいやりますけど、はい、まあ、横向きも一番最初にやったのはこれあるじゃないですか、はい、これと同じような感じで、はい、横もただ中に両方とも2本入るんですか。この繰り返しで、あ、これ分かる感じがする。でも実際やろうと思ったらできないよね。これを左向きと右向きを入れます、はい、ではまあこっちまで来たらもうそのまま、はい、ここまで来たら戻っちゃえばいいですね。あ、なるほど、はい、じゃあ松村先生お願いします。一発目でもできるよね。あれ、あ、これでいいの。そうそうそう、あ、なるほど、あ、はいはい、で戻ってくる。やってみる。それでこうですか。そうです、そうです。そう、あ、なるほど。はい、入りましょう。こんな感じですね。はい。結構。うん。でもなんか楽しいかもしれない。ね、意外とうまいよね。意外とね、なかなか。じゃあそっちからやりますか。はいはい。まあまあ、外で、まあ、でも最初は見てもいいですね。あとは、まあ、外、まあ、こっち向きで外側に立ってもらって、うん、これもなんか、外なんですけど、あ、へえ、あの、まあ、こっち側から入るバージョンのやるときもあるんですけど、うん、まあ、今日こっち側から入って、外、外、なんか、外、外、うん、この繰り返しですね、なんか外、外、外。でこう、まあ、動いていくとこういう感じでやっていきます。うんうんうん、はい、では松村先生お願いします。一発目、右足から入って中、中、え、まあ、右足からどっちもいいですけど、今やったらそうですね、右足から中、中、外、外、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 もう一回やってみます。こっちにね、中、外、外、中、中、外、外、中、中、外、外、中、中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 、外、中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 、そうそうそう、で隣のマスに右足から、ね、あ、右足から、はい、中、中、外、外、中、中、外、外、そうですね、中、中、外、外、あ、なるほど、あ、難しいけどすいません、すいません、すいません、え、で、これ戻った反対向きでも、はい、反対そっちも同じ方向になっちゃって、はい、そのまま、こうやって、いや、こっち向きのままで、あ、こっち向きのままで、今度は左足から入る感じですね。今度は足を変えて、はい、左足で、こうやって、そうだね、難しい、難しい、よいしょ、よいしょ、あ、よいしょ、こうやって、はい、はい、ありがとうございます。最初は右なんですね、外に出て右足で、帰りは左足から同じ方向で左足から出す。さあ、法則が変わるだけなんですね。足を出す。
い、うまい、うまい。じゃあ、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 お願いします。ゆきさん、お願いします。左、左。サウスポーですからね、ゆきさん。あ、うまい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 。あ、すごい上手。きれいきれい。ボクシングのフットワークって結構こういうなんかこんな動きがたくさん入りますよね。足を入れ替えたりとか。そう、結構つま先でパパパパ動くことも多いんで、はい、まあそう、はい、そう考えると、この動作そのものがってわけじゃないですけど、はい、バツ、はい、しっかり動くようにしてた方がいいんで、はい、したらあのやるのが一番いいかなっていう感じですね。という感じです。ぜひですね、はい、あのこのトレーニングやりに来てください。